私はパネー、30歳、15歳年上の夫アヤトととあるマンションに2人で暮らす専業主婦です。パニ家をよく知る皆さんはご存知かもしれないけど、私は第六感がかなり鋭い方だと言われています。だから何かと周囲の人から相談を受けることも多いんですけど、この間も妹のパニコがうちに来て、急に押しかけちゃってごめんねパネいいわよ。それで LINE でも話してたけど、パニコが今働いている介護施設にそのまま勤務し続けていいのかって相談よね。将来的には自分で介護施設を立ち上げたいと思ってるんだけどさ、おじいちゃんおばあちゃんたちが穏やかにかつ快適に過ごせるアットホームでレトロな施設がいいなって思ってて。なるほどね。そのためにいろいろな施設の現状を見て回りたい、そういうことね。そうそう、さすがパネ、私が言うより先に私の考えてること何でもお見通しって感じね。うん、感じる、見えるわ、見えるわよ。おお、来た来た、パネの第六感。今のところであと5年、いや、あと6年は働いてみて。パニコにとってすごくいい出会いが待ってる。へえ、なるほど、いい出会いか。ありがとうパネ、パネの予言は本当に当たるから信用できるわ。まあ人のことはなんとなく見えるんだけど、自分のことに関しては不思議と勘が働かなくなっちゃうことが多いのよね。だけどパネは今ほんと幸せそうだから、特に自分に関して第六感を働かせる必要もないんじゃないかしら。ほら、アヤトさんなんてエリートサラリーマンで、こんなに広くて素敵なマンションに暮らしてるんだし。そう、アヤトは大企業に勤めるサラリーマン。お金に困っているわけでもなく、特に抱えている問題はありませんでした。ところがね、この数日後の夜、ご飯を食べている時にアヤトがこんなことを言ってきたんです。来週からお母さんとここで同居するって、そんな急に。実家売る手配は済ませてきたから、母さんがここに暮らした方がパネも楽だろ。わざわざうちの実家に通わなくていいんだし。そう、アヤトが言うように私は義実家に頻繁に通っていました。というのも、義母は以前病気で倒れて以来、片腕と片足が自由に動かなくなる時があるらしく、私が義実家の家事を手伝いに行っているのです。いやー、なんで相談もなしに勝手に決めちゃうかな。アヤトってちょっとズボラなところがあって、時々ほうれん草ができない人なのよね。だってこのうち部屋余ってるじゃん。あの実家古いし、売っちゃった方が金になるんだよ。それに母さんもここに住みたいんだと、別にいいだろ。俺の稼ぎでこのマンション買ったんだから、俺の自由にしたってさ。それにしたって家事をやっているのは私だし、夫婦なんですから事前に話してくれてもよかったのに。ただ私と義母の仲は特に悪くもなく、むしろ良好なので、アヤトに対して多少もやっとした私でしたが、義母との同居を承諾したのでした。そして同居後、義母と私は最初こそ非常にいい関係を保っていたんです。ところが半年ほど経ったある朝、3人で朝ごはんを食べた後、アヤトが仕事へ出かけ、私は台所で洗い物をしていました。でテレビを見ていた義母がお手洗いに行って帰ってくると、おはようパネーさん。は？さーて、朝ごはんの支度をしないとね。手伝うわよ。あの、お母さん、朝ごはんならさっき食べた。何言ってるのよ。もしかしてパネーさん寝ぼけてるの？少し前から義母は確かにどこに物を置いたのか忘れたり、何度も同じ話を繰り返したりすることがありました。介護士であるパニコからいろいろ話を聞いていたので、私は義母がもしかしたら認知症なのではと思い、すぐに病院へ。するとやっぱり義母は認知症と診断されてしまったのです。その夜、義母が寝てから私はアヤトにそのことを報告しました。は？認知症？嘘だろ、さっき普通に話してたじゃん。認知症の人でも一見普通に見えることってあるんだってさ。もしかしたらこれから介護が必要になってくるかもしれないわ。え？何それ、施設に入れるとか？施設は絶対ダメだ。周りから親を見放してるみたいに思われるだろ。ひとまずうちで介護っていうのをまずは考えましょうよ。最近お母さん体の自由もますます効かなくなってるしさ、私とアヤト2人
二人で協力し合って介護しましょう。ああ、とこの時は言ってくれた綾人だったんですけど、その頃から綾人の仕事が忙しくなり残業続きに。週末も綾人は働いて疲れた体を休めたいと言って自分の部屋にこもりっきりだしね。綾人は一切介護を手伝ってくれませんでした。しかも義母の認知症がどんどん進んでいって。ちょっとパネーさん、私の部屋にあった亡きお父さんとの思い出のネックレスをどこにやったの？え？ネックレス？私は知らない。とぼけないで。あなたがさっき盗んでいくのを私は見たのよ。見た？私今日一回もお母さんの部屋になんて入ってない。嘘をしちゃい。返して。さっさと返しなさい。あ、ちょ、痛い。話してください。義母に力の限り髪をつかまれ、もう散々。当然私が義母のネックレスを盗んだわけがなく、完全に義母が認知症によって思い込んでいるだけのことでした。こんなことが連日続き、私の精神もズタボロ。それにね、夜寝る前、毎日のようにアヤトに義母のことを相談していたんですけど、ねえアヤト、週末だけでもいいの、介護を手伝って。私も精神的に限界。今日だって自分でこぼしたお茶を私がわざとかけてきたって怒って、それから何枚おせんべいを投げつけられたか。はあ、せんべいを投げつけられるくらい別にいいだろう。それにほら、私の髪の毛見てよ。お母さんに毎日引っ張られたりかきむしられたりして、もう痛んでボサボサ。そんなの美容室にでも行ってこい。俺3万あればなんとかなるだろう。そう言って財布から3万円取り出し、私に面倒くさそうに渡してくるアヤト。お金渡せばいいってもんじゃないでしょ。二人でちゃんと協力して介護をしようって言ってるの。だいたい美容室に行くなんて、今の私にそんな暇は。あー、もううっさい。お前さ、俺が今仕事忙しいの分かってるよね。家の問題は亭主にぐちぐち言うな。お前専業主婦だろ、昼間どうせゴロゴロしてるくせに。こっちの気も知らないで。もういい、今日はリビングで寝る。はあ？アヤトはそう言うと枕を抱え、自分の布団を引きずってリビングへ行ってしまいました。なんなのよあの言い方。昼間ゴロゴロしてるか。あんたの母親の介護をしながら、あんたが着てるそのパジャマを洗ったのも、あんたがさっき食べたブリテリを作ったのも、あんたが今から寝ようとしてるリビングを掃除したのも、私だっての。そしてさらに翌朝、寝起き、いつも義母はおとなしくてね、まだ眠そうな目をしてぼーっとしている義母を、私はいつものように着替えさせていました。昼間になるとこれがもう手がつけられないくらい元気いっぱいになっちゃうんですけどね。夜、残業続きのアヤトが帰ってくる頃には義母は眠っているし、今みたいなおとなしい義母しか見ていないから、アヤトは昨夜みたいなことを言ったんでしょうけど、次の瞬間です。昨日寝る前にぐちぐち言ってたけど全然大丈夫そうじゃねえかよ。てか介護なんて余裕だろ。大げさだな。こっちは平日ずっと会社でアクセク働いてんだっての。ああ、専業主婦っていいよな、楽で。アヤトのこのセリフに私は完全にスイッチが入っちゃいました。こいつ舐めやがって、ざけんじゃねえぞこら。昼間私はいつものように義母の介護をしながら自分の荷物をまとめました。それにしてもこの時決めた私の行動によって、アヤトが予想していた何百倍もとんでもないことになっちゃうだなんて正直ざまあ見ろって思っちゃったけどね。さてその夜。ただいま。あと何こんなところにいるんだよパネ。おかえり。そろそろ帰ってくると思ってここで待ってたの。お母さんなら寝てるから。おう、あ、てかそのキャリーバッグは。私出て行かせていただきます。は？あ、ちょ待てよ。もしかして母さんの介護は嫌で逃げ出すって言うんじゃねえだろうな。いいえ、あなたに愛想を尽かして出ていくんです。ああ、誰がお前を食わせてやってると思ってんだ。外で働くのに比べたら介護や家事なんてへでもねえんだっての。なのに外で働いてる俺に上から物を言うんじゃねえ。本当に呆れた人ね。私はエイトが呼び止めるのを無視し、そのままキャリーバッグを転がしマンションのエレベーターに乗り込みました。追いかけては来なかったけど、
何度も私のスマホにあやとが電話をかけてくるので LINE と電話番号をブロック。昼間しばらく止めてほしいと LINE をして承諾をもらっていたパニコのマンションへ向かいました。それから3日経った平日の昼間、パニコが仕事に出かけていて、私が掃除をしていたお昼過ぎにインターホンが鳴ったので返事をしてドアホンを見ると、そこにあやとが立っていたわけです。横には車椅子に乗っている義母の姿もありました。やっぱりパニコさんのところにいたんだな。なんで電話も LINE も出ないんだよ。お願いだ、助けてくれ。こんな風に私に助けを求めてくるであろうことは予想していましたが、まさかたった3日で音を上げるなんて。私があえて黙り込んでいると、俺が悪かったよ。まさか母さんの認知症がここまでひどくなってたとは。お前が出て行った翌日、別に母さんを一人家に置いて行っても大丈夫だと思ってそのまま仕事に行ったんだが、午前中母さんがスーパーで金を払わず店を出たって警察に呼び出されて、こんな状態だから昨日は勇気を使って母さんのそばにいたんだが、母さんたら毎日俺に金を盗んだだ、財布を隠しただ、泥棒の濡れ衣を着せて殴るわ蹴るわ髪を引っ張るわで、もう散々なんだ。訪問ヘルパーを呼ぶって言ったら母さんに老人扱いするなってまた怒られて、もうどうしたらいいのかわからないんだ。助けてくれよ。助けてと言われてもね、私だってあなたに何度も助けを求めたけど、あなたはいつも面倒くさそうな顔するばかりで私の話に耳を貸そうとしなかった。そんな人のことをどうして私が助けなきゃいけないのかしら。俺だって仕事が大変だったんだってば。専業主婦にはわからないだろうが、会社員ってのはしがらみとか体裁とかいろいろあって、毎日家で自由気ままにやってる専業主婦とは比べ物にならないほどの苦しみが。不合格。うわ、家で自由気ままにやってるですって。専業主婦はね、24時間365日休みなく働いてるんだっての。あんたが脱ぎ捨てたシャツを洗濯したり、あんたが使った食器を洗ったり、あんたが汚したトイレを掃除したりね。あーだよ、やっと。あんたってこれなんてことを言うんだい。母さん、昨日あんたがおねしょした布団を洗って干したのは誰だと思ってるんだい。いかがわしい雑誌を本棚の後ろに隠してたのもお母さんは知ってるんだからね、このハレンチ息子が。その時どこからともなくクスクスと笑い声が聞こえてきたんですが、おそらくこのマンションに住んでいる人がこの階のフロアで話を聞いていたんでしょう。このマンション通路で声が響きやすいから。母さん黙ってくれよ。誰かに笑われて顔を真っ赤にしているあやとが義母の口を押さえようとしたその時でした。あー、人さらいよ。母さん頼むから落ち着いて。なんだか会話なんかしている場合じゃなさそうだったので、私はドアホンから離れ掃除の続きを始めました。するとまもなくパトカーのサイレンの音が、もしかして誰かが義母の声を聞いて警察を呼んじゃったのかしらと思って窓の外を見ていたら、案の定警察に泣きながら連行されていくあやとの姿がありました。うちの中にまであやとの声が聞こえたけど、バネ許してくれ、俺が悪かったと何やら叫んでいました。その1週間後、用があってあやとと義母がいるあのマンションを訪れたんですけど、玄関に出てきたあやとは大きなクマができ、髪はボサボサ、ヒゲもボーボーで、もうげっそり。バネ、ようやく助けに来てくれたのか。私の姿を見て表情を一瞬明るくさせたあやとだったんですが、これ書いてくれる？そう言って私があやとに渡したのは離婚届。実はパニコの捨てで介護施設で働けることになったのです。それも介護施設の仕事にしてはかなり珍しく好条件で、あやとは眉を八の字にしたと思ったらバタンとその場に崩れ落ち、ボロボロと泣き出してしまいました。その後私とあやとの離婚が無事成立しました。でね、結局義母はこれまたパニコの捨てでとてもいい介護施設に入ることができたんです。実は私ね、仕事を探すのと同時に義母のために介護施設も探していたんです。認知症にはなってしまったけれど、義母には罪はないですから。最初は人の目を気にして義母を介護施設に入れるのは反対していたあやとだったけど、仕事をいつまでも休んでいられないと本人も考え直したみたい。しぶしぶ義母を介護施設に入れました。それまで親の介護のためといって
短期休暇を取っていたらしい綾人ですが、職場に復帰する頃にはすでに精神がズタボロ、仕事で周りについていけないわ、ミスは連発するわで、そのうち会社に居づらくなって退職に追いやられたそうです。そして今では朝から晩まで寝る間を惜しんでバイトをし、義母のために施設に払う費用と自分の生活費を稼ぐのに必死なんだとか。さて一方の私はというと、義母はいるところではないんだけど、パニコの紹介で勤め始めた介護施設にて日々懸命に働いています。大変なこともあるけれど、おじいさんおばあさんにありがとうと柔らかい笑顔で言われるとやっぱり嬉しいわよね。そうそう、お世話になったパニコの家から出て私は一人暮らしを始めました。引っ越しもパニコが手伝ってくれてね。忙しいのに引っ越しを手伝ってくれてありがとうパニコ。いいのよ、パネーにはいつもありがたい予言をもらっていっぱい助けられてるしさ。本当に感謝だわ。そうだ、ここの近所に有名なお菓子屋さんがあるんですって。そこにプリン大福があるみたいなのよ。え、プリン大福？美味しそう。片付けが一段落したら二人で買いに行きましょう。私たちが買いに行った時に、あと4つ売れ残ってるはずだから。わーい、やったー。私2つ。いやー、3つ食べちゃおっかな。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。